あ、またじゃあ、視聴者の方の LINE をまず一回読みますね。ライさんこんばんは。配信いつもお疲れ様です。タケル君のシュガーですが、先日8月19日にフーディ新作発売のお知らせがメルマガで届きました、まあ、A ですかね、それはね。なのでもしかシュガーはその日の前後かと、もしくは当日なのかなと思いました。ただその日はモネちゃんのみその座舞台の千秋楽で、フーディ発売は19時から、モネちゃんの舞台は11時からなので、ちょっと時間がかぶっちゃうなと考えました。まさかシュガーが自宅ではなく出先だったら名古屋に行ったのかなと想像して、まあまあまあ想像してます。これは妄想ですね。そういえば平成ジャンプの山田涼介くんは20日カンナちゃんの千秋楽に行ったそうです。あ、そうなの。山田涼介、まあまあまあ一緒にね出てましたからね、王様に捧ぐ薬指でね、一緒に出てたんで、まあ、そうなんだ。それは結構騒ぎになったでしょうね。シュガーがいつやるのか考察してしまいますね。ちなみにフーディの発売日は8月26日19時からですという、これはだから要は X デーですよ。次回のシュガーがもしやるんであれば、この日 X デーを予想してきたっていうラインなんですけど、8月26日19時からですよね。というと、まあ、その前ってことですか。8月の26の17時とか16時ぐらいからが、まあ、怪しいってことですよね。今日これからウーディを発売しますっていう風な宣伝を兼ねてシュガーをやるんじゃないかっていうところでしょうから。ただこの方がおっしゃってるように、千と千尋の御園座公演があって、モネちゃんがその日26日は千秋楽で、モネちゃんは17時から、まあ同じ日にやるってあんまりないっていうね。まあまあまあ偶然なのかもしれないですよ、今まではね。今まで偶然なのかもしれないけど、モネちゃんが舞台やってるところを外してシュガーをやってたっていうあるんですよね、そういうのがね。でもここが被ってるってなると、時間をずらすのかって話。17時からってなるので、16時とか15時ぐらいになるんじゃないか。まあ16時ですかね、やるとしたら。ってなると8月26日の16時が久しぶりにシュガーの X デーっていうこと。ああ、まあそういう予想っていうことですね。まあもしくは発売、まあでも発売日やるか、いつも発売日の前日やるとかね。8月25日ですかね。まあ多分発売日超えてからやるってことはあんまり考えられないと思うんですよ、うん、まあだから27っていうことは、27って日曜日でしたっけ。26が土曜日か。土曜日だと早い時間ありえるんですよね。まあ土曜日じゃなくても平日でも早い時間もあるか。16時とかってあったりしますよね。で、まあそれが、X で8月26日久々の週が、もしこれを逃したらってなった場合ですよ。あ、でも分かんないな。次のチャンスとしては8月31日ですよね。いつもねギリでやるじゃないですか、あのタケル君。今までのを見てると最終日にやる時も結構多いですよね、まあ、僕の予想は26ってのはまあすごいあるなと思うんだけど、 X ではね26ってのはまあありえるな、26の16時からってのはありえるなと思うのがまず一つ。あともう一つ、僕は8月31日ですかね。よくあるのが本当ギリの日、8月31日の夕方とかですかね、やっぱね。うん、17時から18時ぐらい。ここかな。8月31日に移動途中でやるみたいな。家じゃなくて移動途中で、まあ、現場だったり、もしくはなんかや、仕事途中とか遊び途中の車の中とか、まあ、楽屋とか、そんな感じかなと思ってるんですけど、まあ、多分でも、僕が、思うに、あのなかなかシュガーできないってのは、多分まだ公開できてない仕事の途中ができないんじゃないのかなって思ったりするんですよね。いわゆるまだ発表されてない、長澤まさみさんの映画はもうクランクアップしているじゃないですか。ならまあそれでの撮影の合間ってことはないと思うんですが、
まあ、もしか今何かの撮影をしているであれば、それは多分すべて、佐藤健くんの今後の先の予定、長澤さんと共演するやつ以外のものって発表されてないですよね。間違ってなんかそこでヒントだったりバレたりとかするのを避けて、あえて職場から、まあ、そこの楽屋だったり職場だったりでなんか映り込んじゃう可能性があるじゃないですか。役者さんだったり、うん、声だったり、もしくはなんかポスタービジュアルだったりで、見てる人ってめちゃくちゃ目立とうじゃないですか。そういうところってすごい細かく見るからね、録画したりとかして何回も繰り返し見たり止めてみたりとかするじゃないですか。それですぐツイッターなんかに載っちゃったりとかするので、まあそういうのもあるので、もしかしたら武尊君を考えてシュガーやる時間がないってなってるのかね。うん、わかんないです。まあとにかく8月もしや一度もやらなかったら、もう僕はこれでシュガーはなんか揉めてるんで亡くなったと、終わりかなという予想もしてます。